セレモニーを行います。はじめに牧田和久選手会長よりご挨拶いたします。本日はホーム最終戦にご来場いただき誠にありがとうございました。チームはあと2試合残っていますが、 CS 進出に向かって最後まで諦めず頑張っていきたいと思います。CS に進出した際にはファーストステージ、ファイナルステージと勝ち進んで、ここ西武プリンスドームで皆さんとまた戦えるよう頑張ってまいりたいと思います。最後になりますが、2015年レギュラーシーズン本当に熱い声援ありがとうございました。まずは牧田選手会長からファンの皆さんにご挨拶でした。続いて田辺紀夫監督よりご挨拶。続いて田辺監督です。2015年西武プリンスドームホームゲーム最終戦、大勢の西武ライオンズファンの皆様、入場していただき誠にありがとうございます。ご存知の通り、今チームは CS に向けて熾烈な戦いを行っております。シーズン143試合で終了することは非常に去年同様悔しい思いをしたくありません。あと2試合、チーム一丸、ファンの皆様一丸となって次のステージに向かっていきましょう。必ず勝利という二文字を勝ち取っていきましょう。本日はどうもありがとうございました。それではこれより選手スタッフがサインボール。田辺監督からの挨拶がありましたけども、まだやっぱり2試合残ってるんでね、はい、最後の最後まで諦めずに、そして次のステージに行きたいと今メッセージがありました。これから選手がファンの皆さんにサインボールの投げ入れプレゼントになります。この後は西口の引退セレモニー、西口は今その準備のために一旦ロッカールームに下がります。